ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり霊夢です。今日は地震に関する動画の総集編をお送りするぜ。わかったわ、よろしくね。ゆっくりしていってね。一本目は東日本大地震がもう一度の話だぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙魔理沙、大変な予言がされていることを知ってしまったよ。どんな予言なんだ？実はね、2022年11月に日本を恐怖のどん底に落とすという内容の予言がされているんだ。ああ、アベマ TV でやっていたあれか。あれ？マリサ知っているの？そうだな、うさんくさい話ではあるが少し調べたぞ。そうなんだ、せっかくだから私にも教えてよ。ああいいぜ、じゃあ早速内容について簡単に説明していくぞ。お願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず情報の出どころなんだが、オカルトサイトとかなの元編集長である、スミ氏が発言している。この人はどういう人なの？この人は予言の研究をしていて、まあ要するに予言をいっぱい知っている人だな。その人はどんなことを言っているのかな？スミ氏によると、あらゆる予言者が一斉に、とある予言をしていると言っているぞ。また、予言者たちはみんながみんな同じ時期を指して、奇妙なことが起こると言っているそうだ。へえ、それはピンポイントなのかな？それはちょっと微妙なんだが、ぼんやりとなんとなく、この時期に何かが起こるくらいの感じらしい。そこで今、スミ氏が注目しているのが、2022年の11月だということだ。そういうことだったんだ。そして、衝撃的な発言として、11月の7日と8日に、大地震が起こる可能性があるそうだ。それは怖いね。でも、なぜこの日付なの？それはこのスミ氏が、霊能力者の取材をしてきたことで出てきた数字だそうだ。霊能者に聞いてきたんだね。じゃあ、地震はどのあたりで起こりそうなの？それは東北あたりなんじゃないかと予言をしたようだぞ。また、TikTok で人気の、タイムトラベラーが言うには。ちょっと待ってマリサ、人気のタイムトラベラーって何？なんか詳しくは知らないが、そういう人がいるらしいぞ。いろんな人がいるんだなぁ、で、その人はなんて言っていたの？その人曰く、11月の14日に太陽フレアが発生すると言っているぞ。ほうほう、その太陽フレアって何かな？太陽フレアというのは、太陽の黒点が爆発することで、高エネルギーが地球に降り注ぎ、電子機器などが故障し、世界の混乱を巻き起こす可能性がある現象のことだ。さらにスミ氏は、特殊なエネルギーが流れる可能性もあると言っているぞ。特殊なエネルギー？それが流れるとどうなるの？それがなんと、ある特殊なこのエネルギーを浴びまくった世界のうち10人に、超能力が芽生えるらしいという、驚きの説があるらしいぞ。太陽フレアを浴びると、超能力を得るというのはよくわからないんだけど、なんかよくはわからないが、特殊なエネルギーで芽生えるらしいぞ。まあそもそも何の能力が芽生えるかもよくわからないがな。能力が芽生えるとしたら、霊夢はどんな能力が欲しい？そうだなぁ、私はやっぱり心を読める能力とかがいいかな。どうしてだ？だってマリサの考えていることがわかれば、サプライズのプレゼントとか、本当に好きなものを渡せるじゃん。それはこっちも嬉しいな。だが、逆に言うとネガティブな感情も読めてしまうからそれはそれで辛いと思うぞ。じゃあマリサはどんな能力が欲しいのよ。そうだなぁ、私は少し先の未来が読めるとか、アカシックレコードに繋がるようなものが欲しいな。アカシックレコードって何？アカシックレコードとは、原始からのすべての事象、概念や感情が記録されているという、世界記録の概念のことだな。ちょっとよくわからないんだけども。そうだな、要するに世界のすべての情報が載っている場所ということだな。それは何なの？インターネットみたいなものなのかな？まあそう考えるのが妥当かもしれないな。ただインターネットと違うのは、接続できる人間が限られているということだ。それに接続できるとどんなことが起こるの？アカシックレコードに接続ができると、宇宙の出来事すべてが載っている情報に、アクセスができたことになる。つまり、3次元を超えて4次元の情報を得ることができるので、未来のことから過去のことまで、すべてのことを知ることができるぞ。すごい、全知全能というやつだね。鋼の錬金術師でもそんなような設定あったよね。そうだな、主人公がこれに近いものに接続して、錬金術の内容を、すべて知ってしまうというのがあったな。ただこれは、科学的には何も証明されておらず、実際にあるかどうかもよくわかっていないんだがな。なんか夢のある話だね。これに接続できれば、東京大学にも入れちゃうかもしれないね。そんな夢のないこと考えるのか、霊夢よ。東京大学すごいじゃないのよ。もしこれに接続ができれば、世界を変えることだってできるかもしれないのにスケールが小さいな。そんなすごいものだったんだ。話が少し逸れたが、予言の話に戻るぞ。はい。ブラジルの有名な予言者は、11月16日に日本の横浜勝場間で、大地震が起きると予言しているぞ。
また11月の内容なんだね。でもマリサ、日本の横浜から千葉の間で地震が起こるって言われても、日付の前後が多少 OK とするならば、何かいつか当たっちゃいそうな気がしちゃうんだけど。確かにそうなんだよな。まあそもそも日本は火山列島だから、そんなこと言われたらいつか当たるだろうと思うよな。そういえば、どうして火山活動が行われていると地震が起こりやすいのかな。それは地震が起こるメカニズムに関係しているんだが、地震というのは大陸のつなぎ目のようなプレートというものがあって、そのプレートとプレートのズレや、プレートが下に入り込んだことによる反動が原因と言われているんだ。つまり火山活動が活発だと、そのプレートが沈み込んだりすることが多くなるため、どうしても地震が起こりやすくなってしまうんだ。小学校の理科の授業でやったような気がする。その大陸プレートなんだが、なんと日本はそれが集中していて4つもあるんだ。そしてそのつなぎ目が日本の右側に集中しているため、東日本大震災のように東日本では地震がどうしても起こりやすくなってしまうんだ。そうだったんだ。でもそれと火山がどうして関係してくるのかな。そこから先は少し難しい話になってしまうから、詳しい説明は省きたいんだが、どうやらプレートの下の方がマグマで溶かされて、他のところで噴出するというのを繰り返しているので、マグマに近いところは、プレートが沈み込みやすくなっていると考えられているぞ。では予言の考察に移っていくぞ。住氏の予言が、日付にばらつきはあるんだけど、そろそろ1ヶ月以内の話になりそうだよね。そうだな。とんでもない予言なんだが、もう間近に迫ってきているな。マリサはこの予言についてどう考えているのかな。そうだな。まず言っておきたいことは、地震なり太陽フレアなり何かが起こるとしても、あくまでも予言だから、信じるか信じないかは個人の自由であるということかな。また予言の内容に関してもちょっと曖昧だから、信じるにはちょっと微妙な気がしてしまうな。だから今回はちょっと陰謀論を否定するような考察をしてみたいと思うぞ。わかったよマリサ。じゃあまず、最初にこのような予言をした、ある程度有名な予言者がいたと思うんだけど、その予言者の話を、何の予言能力もない人が真似して、拡散して独自の話を持ち出したりして、こんな風に広がったのではないかなと私は思うぞ。なるほどね、日付も大体この辺とかって、示し合わせていたのかもしれないね。そうだな。そもそも、予言ができているかどうかも怪しい人が、有名な人に従った、というように考えられるのではないかな。そういえば住氏によると、11月7日、8日に何かが起きるというのは霊能力者の話だったよね。そうだな。その霊能力者というのも、どのレベルの霊能力者かわからないんだが、すごくレベルの高い霊能力者だった場合、そんな簡単に会えるものではないと私は思うんだよな。一般人はなかなか会えないってこと？そうなるな。もし仮に、一般人がなかなか会えないレベルの霊能力者の話であるとするのならば、少しは信憑性もありそうな気がしてしまうがな。ちゃんと能力がある人の言っていることだもんね。他にも何か予言があったような気がするけど。そうだったな。TikTok で人気のタイムトラベラーのやつだったな。これはタイムトラベラーが予言をしたということなの？いや、タイムトラベラーが言っていることなら、予言とは少し違う。そうなの？では、少しタイムトラベルについて説明をしていこうと思うぞ。タイムトラベルというと、霊夢は何を思い浮かべる？そうだな、ドラえもんのタイムマシンとかかな。おそらくそのイメージが一番強いと思うぞ。そのタイムトラベルなんだが、理屈としては3次元を超えて、4次元というものが存在するんだ。4次元ってどういうことなの？ 3 次元は、縦、横、奥行きの3つで構成されているが、4次元はその中に時間を加えたものだ。なんか本当に存在するとは思えないんだけど。これは実際の学問として、素粒子物理学という名前で研究されているぞ。そうなんだ、どうして存在すると言えるのかな？それに関してはいろいろな説明方法があるんだが、今回はひも理論というものを紹介しておくぞ。ひも理論とは何だい？霊夢はひもを見るとどう思う？そうだね、棒に見えるかな。じゃあ、もっと近づいてみたらどうなるだろう。今度は小さな糸が集まって、織り込んでいる模様が見えるよ。そうだな、では今度は霊夢が小さくなって、ひもの上を歩けるようになったとしたらどうだろう。今度は歩けるようになっているから、奥行きも出てきたね。そうか。じゃあもっと近づけば、時間という概念が出てくるということなのかな？お、霊夢にしては鋭いじゃないか。未だ解明はされていないが、この理屈で考えると存在していてもおかしくないということだ。じゃあ、時間軸が入るということはどういうことなの？ものすごく簡単に言うと、同じ空間に時間というものがプラスされるわけだから、今この場所にも、別の時間軸というものが存在しているということだ。簡単に説明されてもよくわからないな。まあタイムトラベルというのは、まだ研究中だから、よくわかっていない部分が多いのも間違いない。
じゃあそのタイムトラベラーの人も時間を超えてきた人なの？その人の言っていることが本当であるならばそうだな。でも、タイムパラドックスという問題があるので、何らかの使命がある人以外が、未来のことを話すというのはちょっと考えづらいけどな。タイムトラベラーの言っていることは、予言とは少し違うのかな。その通りだ。実際に未来を見てきているから、起こりうることであると言って間違いはない。ただ、違う時間軸で起きたものであることも考えられるので、実際に起きるかどうかは、その時間にならないとわからないということだ。違う時間軸？実際に見てきたのに起こるかわからないってどういうことなの？例えば霊夢が、過去に戻って自分のおやつをもう一回食べたとしよう。そうすると過去の霊夢は、自分のおやつを食べられなくなることになる。うんうん。そうすると、二回おやつを食べられた霊夢と、一回も食べられなかった霊夢が存在してしまうことになる。つまり、ここで時間軸がずれてしまうということが起こる。これがタイムパラドックスだ。なるほどね。だから過去に干渉しないようにしなきゃならないんだね。じゃあさ、過去に干渉しなければズレは起きないんじゃないの？それがだな、時間軸はもともと多数存在すると考えられていて、そのタイムトラベラーの時間軸と、我々の時間軸が違えば、起こることも変わってきてしまうんだ。だからタイムトラベラーの言っていることは、予言とは少し違うということなんだね。その通りだ。だがそもそも、このタイムトラベラーの言っていることが、本当かどうかがわからないので、タイムパラドックスによって起こった違い、ということを証明することはできない。なんだ、せっかく本当のことを言っていると思って、信じかけていたのに。そうだな、だがあくまでも、タイムトラベルの仕組みを私は説明しただけで、信じてはいけないということではない。陰謀論を否定してみるつもりで、今は説明をしているので、双方の意見をちゃんと吟味するべきだと思うぞ。最初にも言ったように、いろいろな情報を踏まえて、信じるか信じないかは、個人の自由だということをもう一度言っておくぞ。わかったよ、マリサ。私はオカルトが好きだから、なるべく信じたいとも思うけど、科学的なこともちゃんと踏まえて考えるようにするよ。それがいいと思うぞ、霊夢。かく言う私も、オカルトが好きだから、このようなことを調べているわけだからな。二本目は、異常事態が、大地震発生の前兆、の話だぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、先日、福井県の方で白い虹が観測されたね。お、そうだな。いやー、白い虹は幻想的だから見てて、気持ちがほっこりしたわ。そうか、知らぬが仏だな。え、どういうことなの？実は、白い虹が発生すると大地震が起きると言われているんだぜ。え、そうなの。それじゃ、今回は白い虹と巨大地震の関係性についていろいろと解説していくぜ。よろしく。まずは、白い虹とは何か解説していこう。確かに一般的な虹とは色が違うから気になるわね。そうだな。それで、通常の虹は、太陽の光が雨、空気中の水滴に反射して見られるのに対し、白虹は太陽の光が、霧に反射して見られる現象なんだぜ。また、白い虹は、霧の粒は雨粒より細かいためプリズムのように分光されず、すべての波長、色の光が同じように散乱されるため。なるほどね。虹が自ら色を変えているわけではないんだね。そういうことだぜ。それに、虹が自ら色を変えていたら色々とやばいだろ。確かに虹は生き物ではないからね。そうだぜ。それと、白い虹はスピリチュアルな一面を持っており、時には、運命を動かすと考えられているみたいだぜ。それはすごいわね。白い虹が運命を動かすって聞くと、ものすごくいい感じのイメージしかないけど、マリサの話だと色々とやばいんでしょ？その通りだぜ。では、白い虹が現れるとなぜ、大地震が発生するのか考えていこう。よろしく。まず、私が白い虹が発生すると巨大地震が発生すると言っているけど、このことに関する科学的な根拠はないんだ。え、根拠はないの？まあ、そうなんだけど、過去に白い虹を観測した数日後に、巨大地震が発生しているケースは結構多いんだぜ。そうだったのね。具体的に言うと、東日本大震災の起きる約4日前に白い虹を観測しているんだ。そうだったの。そうだぜ。それに、近頃の地震発生状況と白い虹を比較すると、次のような関係性があるんだ。ほうほう。まず、10月21日の朝に長野で白い虹が出て、21日の午後に福島で震度5弱が発生しているんだ。次に10月27日に福島で白い虹が出た数日後に、台湾でマグニチュード 5.7 が発生しているぜ。本当だね。確かに白い虹が発生すると、巨大な地震が発生しているわね。さらに、巨大地震ではないけど、11月2日に北海道で白い虹が出て、翌日には、千葉で群発地震と震度3が多発したぜ。確かに発生しているわね。それに、千葉で地震が多発したのでこの辺の界隈では、首都直下地震ではないかと、
予想する人が多くいたわね。言ってなかったけど、最初にマリサの話を聞いた時は関係性はないと思っていたけど、実際は関係性があったんだね。まあ、繰り返しになるけど、この白い虹と巨大地震に関しては科学的な根拠が、あるわけではないからな。すべてを鵜呑みにすることは良くないが、地震に注意しておいた方が良いと思うぞ。わかったわ。とりあえず、防災バッグを用意しておくわね。そうだな、大切なことは万が一の時のために、地震に備えておくことだからな。確かにそうだね。それで、今回の白い虹みたいに巨大地震の前兆と考えられていることは他にないの？もちろんあるぜ。ただ、いろいろとあるので順番に解説していくぜ。よろしく。まず紹介する巨大地震の前兆は前震だぜ。前震って聞いたことがあるけど、詳しい意味はわからないわね。そうか、前震とは特定の時間と地域でばらつきと群れをなして発生する、一連の地震活動において、発生した地震の最も大きな揺れを本震とした際に、本震に先立って起こっていた地震のことだぜ。随分、複雑なんだね。そうだな、わかりやすく言うと、ドカーンって地震の前に起きる地震ってことだな。なるほどね、そう言ってもらうとわかりやすいわ。まあ、かなりざっくりとした言い方なのでその点は注意してくれよな。それはわかっているわよ。では、前震の具体的な例では、1872年に起きた浜田地震が、数多くの前震が記録されていることで有名だぜ。ほうほう。具体的に言うと、浜田地震が起きた際に島根県東部では、地震が4から5日間にかけて発生していたんだ。そして、本震があった当日も連続して前震があったことが報告されているんだぜ。そうだったのね。じゃあ、前震が起きている時はその場所から離れたところに逃げることが、一番の助かる方法だね。できるなら、そうした方が良いかもしれないが、日本では、毎日数多くの地震が発生しているので、どの地震が前震に当たるのか難しいところなんだ。なるほどね、さすがは地震大国ね。また、別の例では1930年に発生した北伊豆地震でも前震が確認されており、その前震の数は3000回を超えていたと言われているんだぜ。3000回、とんでもない数ね。これなら、私が考えた方法が有効だと思うわ。確かにそうだな。ただ、過去にイタリアでは前震の関係で、多くの犠牲者が出てしまうことになったんだ。え、そうなの？具体的に言うと、2009年にイタリアで大規模な地震が発生した際に、群発地震が発生していたにもかかわらず、当局が安全宣言を出してしまったので、安心した人々の多くが犠牲になっているんだ。そうだったのね。でも、当局が安全宣言を出していたら誰でも安心してしまうわよ。それで、群発地震って何なの？群発地震とは前震、本震、余震の区別がはっきりせず、ある地域に対して、集中的または多数発生するような地震群のことを、群発地震と呼ぶぜ。なるほどね。じゃあ、当時のイタリアでは、本震が来る前に前震の群発地震が発生していたってことになるのね。そういうことだぜ。次に紹介する巨大地震の前兆はナマズだぜ。え、ナマズ？そうだぜ。もう一度聞くけど、ナマズって生き物のナマズだよね？もちろんそうだぜ。ナマズってそんな力を持っていたのね。実は、古来からナマズは地震に深く関係していると考えられていたんだ。中でも、江戸時代の頃は地震が発生する原因は地面の下を泳いでいる、巨大ナマズが暴れているからだと信じられていたぜ。もし、その話が本当だったら、とんでもない規模のナマズってことになるわね。まあ、当時は地震に関する科学的なものは何もないからな。そのように考えても無理はないと思うぜ。確かにそうだね。話を戻すけど、古来の人々は巨大地震が起きないように、神社に要石を置いたんだぜ。要石って何なの？要石とは鹿島神宮、香取神宮境内などにある石のことだな。また、要石の根は深く、地震を沈める効果を持つと言われているぜ。要はプレートを支えている石ってことね。そんな感じのイメージでいいぜ。また、要石には次のような伝承が言い伝えられているんだ。ほうほう。その昔、鹿島神宮の武三和地、香取神宮の仏主は天照大神から、人々を困らせる地震を防ぐように言われる。二人の神が地震の原因を探ると、地中に大きなナマズが住み着き暴れていることが原因だった。二人の神は地中に深く石棒を差し込み、ナマズの頭尾を抑え地震を沈めたと言われているぜ。また、沈める際に使用された石棒の先端が、先ほどの要石だと言われているんだぜ。なるほどね。まあ、押さえつけられたナマズはゲーって感じになったことは間違いなさそうね。おそらく、そうだろうな。それで、科学的に言うと、地震とナマズはどのように関係しているの？具体的に言うと、ナマズは地震が起きる際に発生する微弱な電磁波パルスを感知することができるんだぜ。え、それはすごいわね。そして、そのことを裏付ける実験が大正12年、1923年に行われているんだ。
ほうほう、結構昔に行っているのね。その実験とは、関東地震後に青森県の東北大学附属浅虫臨海実験所において、科学的なナマズと地震との関係に関する研究を行っていた際に発見されたんだ。そっか、関東大震災で日本は大きな被害を受けたからね。だから、実験をしていたのね。そういうことだぜ。でも、電磁パルスとか難しそうだけど、どうやって実験を行ったの？実験の方法は簡単で、水槽に飼育されたナマズに対し、ガラスをノックした時の反応の敏感さを観察する実験だったぜ。電磁パルスって聞いたから、ものすごくケミストリー感があったけど、行った実験はものすごくシンプルな実験なのね。確かにそれは否定できないな。それで、結果はどうだったの？結果は 80% の確率で、ノックに対してナマズが反応したと報告されているぜ。80%。かなり高確率だね。また、別の実験では東京都水産試験場において、ナマズと地震との関係に関する研究が1976年4月から1992年3月までの16年間行われていたんだぜ。16年間も行われていたの？そうだぜ。その他にも、一部の研究者はナマズが地震に関する問題を解決してくれる生き物かもしれないと発言しているんだ。じゃあ、もしかすると、ナマズが私たちを地震から守ってくれる日が来るかもしれないってことなのね。そうだな、さらに研究が進めば、その可能性はあるかもしれないな。次の巨大地震の前兆は、地震発光現象だぜ。地震発光現象って何なの？地震発光現象とは、巨大地震に先立って空に謎の光が輝く現象だぜ。え、地震が起きる際に空が輝くの？そうだぜ。過去には阪神淡路大震災が起きる数日前から、空が異常に光っていたと言われているぜ。全然知らなかったわ。じゃあ、とりあえず空が異常に光っていれば、真っ先に逃げることが大切なんだね。まあ、逃げる方がいいかもしれないけど、日常生活で光はいろいろとあるからな。確かに、どの光が地震の前兆なのかわからないもんね。ただし、地震発光現象は古くから報告されているんだぜ。古くからってことは聖徳太子が活躍していた時代とか？いや、さすがにそこまで古くはないぜ。記録に残っているのは、1900年初頭に発生した地震では発光現象があったと言われているんだ。そうだったの。また、最近では海外で発生する地震の多くは、発光現象を目撃したと言われているぜ。なるほどね。それで、発光現象ってどんな光なの？一般的に言われているのは、青白い炎のような光が漂うと言われているけど、国や地域によって光の種類は違うことが多いな。なるほどね、それに関係ないけど、私は現実逃避をするためによく空を見ているけど、そんな光は見たことがないし、星にしか目がいかないわ。そうか、話を戻すけど、青い炎のような光以外では、太陽のような大きな光が見えると言われているんだ。なるほどね。ただし、地震発光現象は科学的に証明されていない前兆だと言われているんだ。確かに、前兆としての内容がぼやっとしているもんね。それに、地震発生時に発光現象が見られたという報告はよくあるけど、それが地震に関連していることを証明できないんだぜ。そうなのね。じゃあ、光の正体は何なの？いろいろと考えられるけど、一般的には電線のショートや火事、爆発によるものだと考えられているぜ。じゃあ、仮に発光現象が起きていても、逃げなくていいんだね。大げさに捉えることはないけど、準備はしていた方がいいかもしれないな。なるほどね。次の巨大地震が発生する際の予兆は、海の生物の異常行動だぜ。これは聞いたことがあるわ。具体的に言うと、巨大地震の前兆に深く関係しているのは、桜エビだと言われているんだ。桜エビってかき揚げとかに入っている小さなエビだよね？その通りだぜ、あのサクサクしたやつだな。それで、桜エビが巨大地震の前兆とどのように関係しているの？まず、桜エビは微弱な電流を感知する能力を持っているんだ。そして、この能力は一般的に、微生物を桜エビが食べるために使われる能力だと言われているんだ。ほうほう。それで、岩盤の動きが活性化すると、電流や磁気が発生してしまい桜エビの能力が、鈍くなってしまうと言われているぜ。そして、桜エビが鈍くなると、歴史的な不良につながっているんだ。つまり、話をまとめると、桜エビが不良の時は巨大地震の前兆だと考えられているんだね。その通りだぜ。また、巨大地震が発生する前兆に関しては、桜エビだけではないぜ。え、そうなの。もしかして、クジラとか？確かにクジラも関係していると言われているけど、今回の場合はイルカだな。え、イルカが関係しているの？具体的に言うと、東日本大震災が発生する7日前に、茨城県の砂浜に50頭のイルカが、打ち上げられ、亡くなっている現象が起きているんだ。それって、もしかすると、
いろいろな見解があるけど、一般的には地震の出す高周波や低周波がいるかの方向感覚を狂わせたと考えられているな。なるほどね。じゃあ、イルカが打ち上げられていたら、地震に対する準備をしておくといいんだね。そうだぜ。さて、今回は白い虹と巨大地震の関係性、巨大地震の前兆について話したぜ。とにかく、今日聞いた前兆があったら地震に対して、注意しておいた方が良いみたいね。それは間違いないな。3本目は、再度、白い虹が出現、4月中は地震に備える必要がある理由がヤバいの話だぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、先日、福井県の方で白い虹が観測されたね。お、そうだな。いやー、白い虹は幻想的だから見てて、気持ちがほっこりしたわ。そうか、知らぬが仏だな。え、どういうことなの？実は、白い虹が発生すると大地震が起きると言われているんだぜ。え、そうなの。それじゃ、今回は白い虹と巨大地震の関係性についていろいろと解説していくぜ。よろしく。まずは、白い虹とは何か解説していこう。確かに一般的な虹とは色が違うから気になるわね。そうだな。それで、通常の虹は、太陽の光が雨、空気中の水滴に反射して見られるのに対し、白虹は太陽の光が、霧に反射して見られる現象なんだぜ。また、白い虹は、霧の粒は雨粒より細かいためプリズムのように分光されず、すべての波長、色の光が同じように散乱されるため。なるほどね。虹が自ら色を変えているわけではないんだね。そういうことだぜ。それに、虹が自ら色を変えていたら色々とやばいだろ。確かに虹は生き物ではないからね。そうだぜ。それと、白い虹はスピリチュアルな一面を持っており、時には、運命を動かすと考えられているみたいだぜ。それはすごいわね。白い虹が運命を動かすって聞くと、ものすごくいい感じのイメージしかないけど、マリサの話だと色々とやばいんでしょ？その通りだぜ。では、白い虹が現れるとなぜ、大地震が発生するのか考えていこう。よろしく。まず、私が白い虹が発生すると巨大地震が発生すると言っているけど、このことに関する科学的な根拠はないんだ。え、根拠はないの？まあ、そうなんだけど、過去に白い虹を観測した数日後に、巨大地震が発生しているケースは結構多いんだぜ。そうだったのね。具体的に言うと、東日本大震災の起きる約4日前に白い虹を観測しているんだ。そうだったの。そうだぜ。それに、近頃の地震発生状況と白い虹を比較すると、次のような関係性があるんだ。ほうほう。まず、10月21日の朝に長野で白い虹が出て、21日の午後に福島で震度5弱が発生しているんだ。次に10月27日に福島で白い虹が出た数日後に、台湾でマグニチュード 5.7 が発生しているぜ。本当だね。確かに白い虹が発生すると、巨大な地震が発生しているわね。さらに、巨大地震ではないけど、11月2日に北海道で白い虹が出て、翌日には、千葉で群発地震と震度3が多発したぜ。確かに発生しているわね。それに、千葉で地震が多発したのでこの辺の界隈では、首都直下地震ではないかと、予想する人が多くいたわね。言ってなかったけど、最初にマリサの話を聞いた時は関係性はないと思っていたけど、実際は関係性があったんだね。まあ、繰り返しになるけど、この白い虹と巨大地震に関しては科学的な根拠があるわけではないからな。すべてを鵜呑みにすることは良くないが、地震に注意しておいた方が良いと思うぞ。わかったわ。とりあえず、防災バッグを用意しておくわね。そうだな、大切なことは万が一の時のために、地震に備えておくことだからな。確かにそうだね。それで、今回の白い虹みたいに巨大地震の前兆と考えられていることは他にないの？もちろんあるぜ。ただ、いろいろとあるので順番に解説していくぜ。よろしく。まず紹介する巨大地震の前兆は前震だぜ。前震って聞いたことがあるけど、詳しい意味はわからないわね。そうか、前震とは特定の時間と地域でばらつきと群れをなして発生する、一連の地震活動において、発生した地震の最も大きな揺れを本震とした際に、本震に先立って起こっていた地震のことだぜ。随分、複雑なんだね。そうだな、わかりやすく言うと、ドカーンって地震の前に起きる地震ってことだな。なるほどね、そう言ってもらうとわかりやすいわ。まあ、かなりざっくりとした言い方なのでその点は注意してくれよな。それはわかっているわよ。では、前震の具体的な例では、1872年に起きた浜田地震が、数多くの前震が記録されていることで有名だぜ。ほうほう。具体的に言うと、浜田地震が起きた際に島根県東部では、微震が4から5日間にかけて発生していたんだ。そして、本震があった当日も連続して前震があったことが報告されているんだぜ。そうだったのね。
じゃあ、前震が起きている時はその場所から離れたところに逃げることが、一番の助かる方法だね。できるなら、そうした方が良いかもしれないが、日本では、毎日数多くの地震が発生しているので、どの地震が前震に当たるのか難しいところなんだ。なるほどね、さすがは地震大国ね。また、別の例では1930年に発生した北伊豆地震でも前震が確認されており、その前震の数は3000回を超えていたと言われているんだぜ。3000回、とんでもない数ね。これなら、私が考えた方法が有効だと思うわ。確かにそうだな。ただ、過去にイタリアでは前震の関係で、多くの犠牲者が出てしまうことになったんだ。え、そうなの？具体的に言うと、2009年にイタリアで大規模な地震が発生した際に、群発地震が発生していたにもかかわらず、当局が安全宣言を出してしまったので、安心した人々の多くが犠牲になっているんだ。そうだったのね。でも、当局が安全宣言を出していたら誰でも安心してしまうわよ。それで、群発地震って何なの？群発地震とは前震、本震、余震の区別がはっきりせず、ある地域に対して、集中的または多数発生するような地震群のことを、群発地震と呼ぶぜ。なるほどね。じゃあ、当時のイタリアでは、本震が来る前に前震の群発地震が発生していたってことになるのね。そういうことだぜ。次に紹介する巨大地震の前兆はナマズだぜ。え、ナマズ？そうだぜ。もう一度聞くけど、ナマズって生き物のナマズだよね？もちろんそうだぜ。ナマズってそんな力を持っていたのね。実は、古来からナマズは地震に深く関係していると考えられていたんだ。中でも、江戸時代の頃は地震が発生する原因は地面の下を泳いでいる巨大ナマズが暴れているからだと信じられていたぜ。もし、その話が本当だったら、とんでもない規模のナマズってことになるわね。まあ、当時は地震に関する科学的なものは何もないからな。そのように考えても無理はないと思うぜ。確かにそうだね。話を戻すけど、古来の人々は巨大地震が起きないように、神社に要石を置いたんだぜ。要石って何なの？要石とは鹿島神宮、香取神宮境内などにある石のことだな。また、要石の根は深く、地震を沈める効果を持つと言われているぜ。要はプレートを支えている石ってことね。そんな感じのイメージでいいぜ。また、要石には次のような伝承が言い伝えられているんだ。ほうほう。その昔、鹿島神宮の武御門、香取神宮の仏主は天照大神から、人々を困らせる地震を防ぐように言われる。二人の神が地震の原因を探ると、地中に大きなナマズが住み着き暴れていることが原因だった。二人の神は地中に深く石棒を差し込み、ナマズの頭尾を抑え地震を沈めたと言われているぜ。また、沈める際に使用された石棒の先端が、先ほどの要石だと言われているんだぜ。なるほどね。まあ、押さえつけられたナマズはゲー。って感じになったことは間違いなさそうね。おそらく、そうだろうな。それで、科学的に言うと、地震とナマズはどのように関係しているの？具体的に言うと、ナマズは地震が起きる際に発生する微弱な電磁波パルスを感知することができるんだぜ。え、それはすごいわね。そして、そのことを裏付ける実験が大正12年、1923年に行われているんだ。ほうほう、結構昔に行っているのね。その実験とは、関東地震後に青森県の東北大学附属浅虫臨海実験所において、科学的なナマズと地震との関係に関する研究を行っていた際に発見されたんだ。そっか、関東大震災で日本は大きな被害を受けたからね。だから、実験をしていたのね。そういうことだぜ。でも、電磁パルスとか難しそうだけど、どうやって実験を行ったの？実験の方法は簡単で、水槽に飼育されたナマズに対し、ガラスをノックした時の反応の敏感さを観察する実験だったぜ。電磁パルスって聞いたから、ものすごくケミストリー感があったけど、行った実験はものすごくシンプルな実験なのね。確かにそれは否定できないな。それで、結果はどうだったの？結果は 80% の確率で、ノックに対してナマズが反応したと報告されているぜ。80%、かなり高確率だね。また、別の実験では東京都水産試験場において、ナマズと地震との、関係に関する研究が1976年4月から1992年3月までの16年間行われていたんだぜ。16年間も行われていたの？そうだぜ。その他にも、一部の研究者はナマズが地震に関する問題を解決してくれる生き物かもしれないと発言しているんだ。じゃあ、もしかすると、ナマズが私たちを地震から守ってくれる日が来るかもしれないってことなのね。そうだな、さらに研究が進めば、その可能性はあるかもしれないな。次の巨大地震の前兆は、地震発光現象だぜ。地震発光現象って何なの？
地震発光現象とは、巨大地震に先立って空に謎の光が輝く現象だぜ。え、地震が起きる際に空が輝くの？そうだぜ。過去には阪神淡路大震災が起きる数日前から、空が異常に光っていたと言われているぜ。全然知らなかったわ。じゃあ、とりあえず空が異常に光っていれば、真っ先に逃げることが大切なんだね。まあ、逃げる方がいいかもしれないけど、日常生活で光はいろいろとあるからな。確かに、どの光が地震の前兆なのかわからないもんね。ただし、地震発光現象は古くから報告されているんだぜ。古くからってことは聖徳太子が活躍していた時代とか？いや、さすがにそこまで古くはないぜ。記録に残っているのは、1900年初頭に発生した地震では発光現象があったと言われているんだ。そうだったの。また、最近では海外で発生する地震の多くは、発光現象を目撃したと言われているぜ。なるほどね。それで、発光現象ってどんな光なの？一般的に言われているのは、青白い炎のような光が漂うと言われているけど、国や地域によって光の種類は違うことが多いな。なるほどね、それに関係ないけど、私は現実逃避をするためによく空を見ているけど、そんな光は見たことがないし、星にしか目がいかないわ。そうか、話を戻すけど、青い炎のような光以外では、太陽のような大きな光が見えると言われているんだ。なるほどね。ただし、地震発光現象は科学的に証明されていない前兆だと言われているんだ。確かに、前兆としての内容がぼやっとしているもんね。それに、地震発生時に発光現象が見られたという報告はよくあるけど、それが地震に関連していることを証明できないんだぜ。そうなのね。じゃあ、光の正体は何なの？いろいろと考えられるけど、一般的には電線のショートや火事、爆発によるものだと考えられているぜ。じゃあ、仮に発光現象が起きていても、逃げなくていいんだね。大げさに捉えることはないけど、準備はしていた方がいいかもしれないな。なるほどね。次の巨大地震が発生する際の予兆は、海の生物の異常行動だぜ。これは聞いたことがあるわ。具体的に言うと、巨大地震の前兆に深く関係しているのは、桜エビだと言われているんだ。桜エビってかき揚げとかに入っている小さなエビだよね？その通りだぜ、あのサクサクしたやつだな。それで、桜エビが巨大地震の前兆とどのように関係しているの？まず、桜エビは微弱な電流を感知する能力を持っているんだ。そして、この能力は一般的に、微生物を桜エビが食べるために使われる能力だと言われているんだ。ほうほう。それで、岩盤の動きが活性化すると、電流や磁気が発生してしまい桜エビの能力が、鈍くなってしまうと言われているぜ。そして、桜エビが鈍くなると、歴史的な不良につながっているんだ。つまり、話をまとめると、桜エビが不良の時は巨大地震の前兆だと考えられているんだね。その通りだぜ。また、巨大地震が発生する前兆に関しては、桜エビだけではないぜ。え、そうなの。もしかして、クジラとか？確かにクジラも関係していると言われているけど、今回の場合はイルカだな。え、イルカが関係しているの？具体的に言うと、東日本大震災が発生する7日前に、茨城県の砂浜に50頭のイルカが、打ち上げられ、亡くなっている現象が起きているんだ。それって、もしかすると、いろいろな見解があるけど、一般的には地震の出す高周波や低周波がイルカの方向感覚を、狂わせたと考えられているな。なるほどね。じゃあ、イルカが打ち上げられていたら、地震に対する準備をしておくといいんだね。そうだぜ。さて、今回は白い虹と巨大地震の関係性、巨大地震の前兆について話したぜ。とにかく、今日聞いた前兆があったら地震に対して、注意しておいた方が良いみたいね。それは間違いないな。4本目は、南海トラフ地震発生間近海域で発生している前兆がヤバすぎるの話だぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。近頃はなんだか、地震の前兆となるような現象が頻繁に起こっているように感じるわね。確かに、全国各地で地震の前兆であるとされる現象が数多く起こっているのは、確かだぜ。やっぱり、近々地震が起こってしまうのかしら？それは誰にもわからないことだと思うけど、近い将来地震が起こる確率は高いと思うぜ。実際に、南海トラフを震源とする地震も、今後30年でその発生確率が 80% だと言われている。しかも、南海トラフを震源とする地震以外にも、首都直下地震のリスクもあるのよね。首都直下地震に関して、今後30年でその発生確率は 70% 程度だと言われているんだぜ。どちらも、いつ起こってもおかしくないと言えるってわけなのね。今、この瞬間起こったとしてもおかしくはないと思うぜ。それに、全く想定外の地震が起こる可能性もあるんでしょ？確かに、その可能性もあると思うぜ。実際、首都直下地震に関しては、震源だと想定されている活断層以外にも、
道の活断層が震源となる可能性があることを指摘されているんだ。つまり、全く想定外の震源で地震が起こる可能性があるってことなのね。まあ、そういうことになるぜ。ますます、近頃起こっている地震の前兆に関して気になってきたわね。それじゃ、最近起こった地震の前兆に関していくつか紹介してみることにするぜ。よろしく頼むわ。実は最近東京湾で、イルカがしばしば目撃されているんだ。どうしてイルカが東京湾で見られるようになったのかしら？イルカが食べている、味に関する変化があったからだとも言われている。味がどうしたっていうの？昨年、味が不良だったと言われているんだぜ。なるほどね。だから、味を求めてイルカが別の海域に移動してきたかもしれないってわけね。まあ、可能性の一つに過ぎないと言われているけどな。でも、それだと地震とは関係ないんじゃないのかしら？話は最後まで聞くんだぜ、霊夢。イルカやクジラは、地磁気の影響を受けている動物だと考えられている。なるほど、地震の前兆として地磁気の乱れがあるから、その影響を受けているかもしれないのね。つまりはそういうことなんだぜ。だから、イルカやクジラが普段見られないところで見られると、地震の前兆である可能性があるんだ。なるほど、そういうことなのね。ちなみに、東日本大震災の前には、沿岸にイルカが大量に打ち上げられていたという話も残っているんだ。どのくらいのイルカが打ち上げられていたのかしら？150頭近く打ち上げられていたと言われているんだ。まあ、異常な光景だっただろうな。どうしてそんなことが起こったのかしら？詳しくは分かっていないが、大地震の前に、沿岸部において動物が大量に打ち上げられる例は多いんだ。海中に住む生物は電気信号を受け取る感覚器官が、我々のような陸上の生き物に比べて、格段に優れているという説もあるから、その影響かもしれないが、詳しくは分かっていないぜ。やっぱり地磁気の影響なのか、それとも全く違う理由なのか。ちなみに、東日本大震災以前の三陸における地震では、イワシが大量に取れたなんて話もあったりするぜ。海の動物に関しておかしな行動があった場合は、地震に注意した方がいいってことね。確かに、海の動物と地震との関係は何かしらあってもおかしくはないからな。イルカやイワシ以外には、地震の前に異常な行動が見られた動物っているのかしら？他に有名なのは、やっぱりクジラだろうな。この前、淀川に来てたらしいわね。大きな地震の発生前に、クジラが沿岸に座礁した話は数多く残されているぜ。クジラにしてもイルカにしても、音を発して仲間を見分けたりしているし、先ほど少し話したけど、電気信号を感じ取る器官が優れているという説もあるからな。地震発生前の何かしらの影響が、音や電気信号としてクジラやイルカが感じ取ることで、異常な行動につながった結果、浜辺に座礁してしまうといった流れなのかもしれないぜ。ただ、これはあくまで仮説だからな、実際のところは全くわかっていないんだ。でも、浜辺に打ち上げられたりするのはかわいそうに思うわね。地震から逃れて浜辺に上がってしまったのか、行く先がわからなくなってしまったのか、どちらにしても気の毒なことに違いはないわね。一つ言える確かなことは、私たちよりも海溝型地震が起こる震源域に近いところに、そういった動物は暮らしているってことだろうな。そういう意味では私たちよりも早く、何かを感じ取ることができるのかもしれないぜ。海の動物は、私たちよりも地震と隣り合わせの生活をしているってことになるのね。ところで、他にも地震の前兆となる動物っているのかしら？他にもいろいろな動物がたくさんいるんだぜ。2004年に起きたスマトラ島沖地震では、津波発生の2分前から数時間前に、動物の異常行動が数多くあったと言われている地震の一つだ。ゾウが高台に走り始めたり、フラミンゴは巣から離れて移動を始めたりしていたんだ。犬は散歩に行きたがらなかったという話もあったりしたんだぜ。動物たちはきっと、地震が近づいていることを感じ取っていたのかもしれないわね。水牛は、突然海の方を見たかと思うと、丘の頂上に移動を始めたという話なんかもあるそうだ。どの動物も、危険を感じ取って逃げているように思うわね。もしかしたら、動物たちはこれから津波が来ることを何かしらの方法で察知して、高台に上がろうとしていたのかもしれないと、考えることもできるかもしれないな。どのような方法なのかは分かっていないけど、ちなみに、この津波からの生還者の多くが、動物たちの行動を見て、動物と同じように高台を目指した人が多かったと言われていたりもするんだ。動物たちの行動から、津波の襲来を予測できたってことなのね。ちなみに、ネズミも地震の前には、異常な行動をすることがある動物の一つだぜ。1854年の安政東海、南海地震の際には、地震の前にネズミがいなくなったと伝えられている。そして、地震の後から再びネズミを見るようになったとも言われているんだ。ネズミも、地震が起こることがわかる動物なのかもしれないのね。関東大震災においても、地震の前にネズミの大移動が目撃されているからな。
ネズミは危機に敏感なのかもしれないぜ。とにかく、動物の奇妙な行動を見たら気をつけておくべきだぜ。そういった現象を見たら気をつけるようにするわ。他にも地震の前兆ってあるのかしら？いろいろあるからいくつか紹介してみようと思うぜ。昨年末に淀川に現れたクジラの話はさっき出たけど、もう少し詳しく話しておくぜ。結局、海には生きて帰れず残念だったわ。当然だがクジラは本来、河川に生息している動物ではない。当然、本来なら沖に生息しているはずってことね。実は、このクジラが漂着する事例は、他にも数多く報告されているんだ。確かに、淀川の話の後も、東京湾でクジラが見られたとか、他の場所でもクジラの目撃例があったわ。実は、東日本大震災の1週間前には、茨城県鹿嶋市の海岸に、カズハゴンドウが54頭も座礁していたそうだぜ。あの東日本大震災の前にも同じことが起きていたなんて、驚きね。このことはニュースにもなったそうだけど、あんまり覚えてないな。確かにそんなニュースもあったかなって感じだけど、その後に東日本大震災が起きたわけだもんね。そんなニュースなんて記憶の彼方へ飛んでしまっているに違いないわ。その後起こった東日本大震災は、まさに巨大災害だったからな。まあ、記憶が飛んでしまうのも無理もないかもしれないぜ。あの年は一生忘れられないでしょうね。他にも地震の前にクジラが座礁した事例ってあるの？実は、2016年の熊本地震が発生する前にも、クジラの座礁が起きていると言われているぜ。あの熊本地震の前にも起こっていたのね。熊本地震の8日前、長崎県長崎市大籠町の砂浜に、ザトウクジラが座礁していたのは有名だぜ。3つの事例を見ても、地震発生地域のそばに座礁しているのは、やはり何かあるのかもね。そう考えると、やはりクジラの座礁と地震は何かしらの関係がありそうだよな。仮に地震の直前にクジラの座礁が起こるとして、理由はなぜなのかしら？そのあたりの話は、まだはっきりとわかっていないぜ。ただ、よく言われているのは、クジラは地球の磁場を利用して移動している動物だということだ。なるほど、地球の磁場を利用して進む方向がわかるのね。そういうことだ、つまり、地磁気を利用して方向感覚をつかんでいるということだ。地震の影響で地磁気が乱れることで、その感覚がおかしくなっているのかもしれないぜ。そして、海岸に座礁する形になるってことね。まあ、これもあくまで推測に過ぎないからそこは注意してくれ。そういえば、地震と電離層って関係があるって前にマリサが言ってたでしょ。確かに、地震の前兆として、地磁気の乱れや電離層に変化が見られるといった話をしたと思うぜ。そのあたりのこととクジラの座礁は、関係がないのかしら？確かに、地磁気が乱れるという現象と電離層の影響は関係があるかもな。電離層と地震に関する研究は今も続けられているそうだから、今後に期待しようぜ。そういえば言い忘れていたけど、2022年12月14日の話ではあるんだが、北海道の浦河の海岸で、クジラが打ち上げられていたといった話があったぜ。時系列的には、北海道のクジラと淀川のクジラはそれほど変わらないわね。東京湾でクジラが目撃されたのも、2023年1月19日のことらしいから、これもそれほど時期的に離れていないと言えるかもしれないな。何が原因なのかわからないけど、クジラにとっては辛い時代ってことなのかしら。まあ、本来生息している場所とは、かなり離れたところまで来ているわけだしな。これだけクジラが目撃されているから、地震に気をつけておいた方がいいわね。まあ、これまでの大地震の前には、クジラの座礁例がたびたび報告されているのも確かなことだからな。気をつけておいた方が賢明だと思うぜ。他には、最近起こった地震の前兆はどんなことがあったのかしら？次は温泉に関する話をしたいと思うぜ。青森県弘前市の岳温泉で、温泉水の温度が下がってしまったというニュースがあったんだが、霊夢は覚えていないか？そういえばそんなニュースがあったような気がするけど、あんまり覚えていないわね。なんとなく、温泉が楽しい時期に残念だと思っていたりした記憶はあるけど、この温泉の源泉は、50年ほど前に掘られたものだと言われているけど、温度が下がったのは今回が初めてだそうだ。温泉を供給する設備の故障とかだったりしないのかしらね？当初はそれも考えられて点検等が行われたそうだけど、設備の故障じゃなかったことが判明しているんだ。ということは、何が原因だったのかしら？まさに原因不明だったそうだぜ。ただ、温泉水の変化は地震の前兆である可能性があるから、注意なんだぜ。確かに温泉は地下から湧いてくるものだから、影響を受けるのはなんとなく理解できるわね。どの地震の話だったかは忘れたけど、温泉水に関する話を聞いたことがあるわ。地震の前に温泉水の色が変わったり、湧き出る量が変化したりすることがあるのは、数多くの報告例がある。例えば、1943年に鳥取県で起きた地震では、地震発生30分前に温泉水に変化が見られたそうだ。30分前なら十分逃げられる余裕があるわね。
もともと無色だった水の色が、お米の研ぎ汁のような白濁した色に変わったと伝えられているぜ。また、湧き出す量も本来の 1.5 倍以上に増えたとも言われている。それだけ明確な変化だったら、その前兆に多くの人が気づくことができたに違いないわね。また、阪神淡路大震災の前には、地下水に関する変化があったそうだぜ。今度は温泉じゃなくて地下水の方なのね。地震の8ヶ月前から、六甲山地における地下水の湧き出る量が増えて、水質にも大きな変化が見られたと言われているぜ。どのような変化が見られたの？色が変わったのかしら？地震の8日前のことだと言われているけど、地下水に含まれる放射性元素である、ラドンの量が通常よりも急激に増加したと言われている。色とかの変化じゃなくて、地下水自体に変化が現れたってことになるのね。まあ、地震との因果関係が証明されていないから、ただの偶然かもしれないから、そこは注意だぜ。まあそれでも、温泉や地下水の変化には気をつけた方がいいかもしれないわね。家の近所に温泉や井戸がある人は、確認してみるといいと思うぜ。しかし、最近は本当に、地震の前兆となる現象が数多く起きているわね。他にも、水族館で飼われているナマズが暴れて、水槽を破損させたといったニュースもあったぜ。ナマズが暴れるって、それも地震の前兆だったわね。これだけのことが起こっているからな。今年はいつもより気をつけた方がいいのかもしれないと私は思うぜ。いろいろと備えておいた方がいいかもしれないわね。最後は、必ず来る巨大地震に備えろ。各地で起きている地震の前兆がヤバいの話だぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。近頃地震の話をよく聞くけど、なんか予兆みたいなものってないのかしらね。こういう現象に遭遇したら地震が起こる可能性が高い、みたいな感じのやつなんだけど。科学的な根拠はないけれど、いろいろあると思うぜ。日本は大昔から地震による被害を受けてきた国だからな。地震が起こる前に何かあると、それが歴史書などに記録として残されていることが結構多いと思うぜ。確かに大昔から地震に向き合ってきた国なのよね。私たちの世代が地震と聞くと、阪神淡路大震災や東日本大震災を思い出すけど、もっと昔の世代は関東大震災だったかもしれないものね。それだけ地震が多い国ってことがそんなことからもわかるわね。今回紹介する地震の予兆は、何かしらの科学的根拠がないものもかなりあるから注意してくれ。あくまで地震が起こる前に、こういうことがあったという記録ってだけだぜ。だから、同じような事象に遭遇したからといって、必ず地震が起きるというわけじゃない。パニックを起こすなって言いたいわけね。あくまで根拠のないことだから、参考程度に聞いてほしいってことだぜ。それじゃ、今日は地震の予兆に関して話してみるぜ。よろしく頼むわ。ゆっくりしていってね。地震の予兆として有名なものに、前震というものがあるぜ。大きな地震の前に起こる比較的小さな地震のことね。実は前震はこれまで多くの大地震の前に観測されている。大きな地震の数日前から数年前に、付近で小さな地震が頻繁に起こることがあるんだ。この小さな地震の連なりがまさに前震なんだぜ。大きな地震の前には小さな地震が頻繁に起こることがあるのね。これは覚えておいた方が良さそうね。例えば東日本大震災においては、いくつも前震が観測されているんだぜ。震災の2日前にあたる、2011年3月9日11時45分に発生した、マグニチュード 7.3 の地震が、特に大きな前震だったぜ。前震にしては大きな地震ね。三陸沖深さ 8km を震源として、最大震度は5弱であり、岩手県で 60cm の、津波も観測されたぜ。その後も小さな地震が繰り返し続いたんだ。そしてこの小さな地震は、先ほど紹介した地震の余震だと考えられていたんだ。震度5弱の地震が起きたら、確かにそういう風に考えてもしょうがないわね。そしてその後、3月11日に東日本大震災が発生した。このことでそれまでの地震が全て前震だったと結論が出たぜ。ああなるほど、どこまでが前震とするかは大きな地震が起きて初めてわかるのね。最近地震が多いから、大地震が来るって予測することはできないということなのね。そういうことなんだぜ。ちなみに、2016年の熊本地震でも、本震だと考えられていた地震が実は前震で、その後、本震がやってきたぜ。建物にとっては厳しい状況だと思うわね。最初の地震をなんとか建物が耐えても、次の本震までは耐えられないこともあるわ。確かに、そういった被害も熊本地震ではあったと考えられるぜ。一度目の地震にはなんとか耐えたが、二度目の地震には耐えられなかった建物も、おそらくあったはずだぜ。家を建てるなら耐震強度の高い家を建てた方がいいわね。日本では間違いなくそうだぜ。近頃地震が多いなと思ったら気をつけておく必要がありそうね。確かに、警戒しておくといいかもしれないぜ。地震が起こる予兆としては、地鳴りというものがあるぜ。何か音が聞こえるのね。
地鳴りが地震の前に聞こえたという記録は、古くから多く残されている。西暦474年6月に、中国で起きた地震の前にも聞こえたという記録が残っている。また、近頃の事例としては2022年3月16日に起きた、福島県沖を震源とした地震でも、地鳴りが聞こえたという証言が記録されているぜ。一体どんな音がするのかしら？音の聞こえ方というのは個人差があるから説明するのが難しいと思うけど、雷の音や大砲の音のようなドーンといった音だという人もいるし、布を引き裂くようなビリビリといった音だという人もいると言われている。まあでも通常聞くような音じゃないのは確かね。聞いて落ち着けるような音じゃないのは確かだぜ。この地鳴りは地震発生の数分前から数日前に聞こえることが多いと言われているぜ。ちなみに1854年三重県伊賀市で起きた地震では、本震の3日前から地鳴りが始まり、2日前にはさらに音が激しくなったと言われていて、その後本震が起こったぜ。3日前から地鳴りが続いていたこともあるのね。地鳴りを耳にしたら、地震が来るかもって思っていろいろ準備した方が良さそうね。ちなみに次に紹介するのは霊夢も知っていると思うぜ。一体どんな予兆かしら？地震の前に温泉水が変化することがある。なるほど、地下から湧き出る温泉に変化が現れるのね。これはなんだか聞いたことがあるわね。地震の前に温泉水の色が変化したり、湧き出る量が変化したりした事例があるんだぜ。例えば1943年に鳥取県で起きた地震では、地震発生30分前に温泉水に変化が生じたそうだ。どんな変化をしたのかしら？もともと無色だった水の色が、お米の研ぎ汁のような白色に変化したそうだぜ。また湧き出す量も、本来の 1.5 倍以上になったとも言われている。明らかに何かが起きている感じね。また、阪神淡路大震災の前には、地下水の変化が観測されたこともあったぜ。今度は温泉じゃなくて地下水ね。地震の8ヶ月前から六甲山地における地下水の湧き出る量が増加し、水質にも異常が見られるようになったんだ。水質がどう変わったのかしら？地震の8日前のことだと言われているが、地下水に含まれる放射性元素であるラドンの量が、通常よりも著しい増加が見られたそうだ。色とかの変化じゃなくて、地下水の水質に変化が現れたのね。まあ地震との因果関係が証明されていないから、偶然かもしれないけどな。でも、地下水や温泉に何かしら変化が現れたら、地震への警戒を強めた方がいいわね。近所に温泉がある人は気をつけるといいかもしれないぜ。次はちょっと立地になれそうな気がする予兆だぜ。地震の予兆で立地になれることなんてあるの？まあ難しいとは思うけど、地震が起こる前に石油が噴き出すことがあるんだ。石油が噴き出すなら、私も石油王になれるかもしれないわね。まあそれほどの量が取れるかはわからないけどな。1810年に、秋田県男鹿半島で発生した地震があったんだが、地震発生の1ヶ月前から、八郎潟という湖の底から石油が滲み出ていたという記録が残っている。その影響で湖の水の色は赤や黒に変化し、魚が大量に浮いていたそうだ。魚は犠牲になってしまったのね。その後の1939年に同じ男鹿半島で起きた地震の前にも、同様の現象が起きたという記録が残っている。同じく八郎潟で船や鯉が岸近くに押し寄せていて、地震の当日には、一匹も見ることはなかったそうだ。魚たちはどこに消えてしまったのかしらね。湧き出した石油の影響で岸辺に魚が逃げていて、地震後はその影響が減り、元の水域に戻っていったのかもしれないぜ。湖などでそういった変化があった時は、地震に警戒する必要があるのね。地震への警戒の前に、霊夢は石油を取りに行かなくてもいいのか？命あってのなんとやらよ。石油はたくさん欲しいけど私の命には変えられないわ。そう考えてくれてよかったぜ。次に紹介するのは結構有名な話だから、霊夢も知っていると思うぜ。地震の前には動物が奇妙な行動をとることがある。ああわかったわ、ナマズのことでしょ。その通りだぜ、やっぱり霊夢もこれは知っていたな。ナマズは本来は湖の底に潜んでいるものなんだが、1923年の関東大震災の前日には、浅瀬でたくさん泳いでいたという記録があるぜ。でも、ナマズはどうして地震がわかるのかしらね。ナマズには電気を感じる能力があると言われている。そのため、地震が引き起こす電磁波を、ナマズは感じ取ることができるのではないかという説があるぜ。なるほど、ナマズにしかわからない感覚があるのね。ナマズ以外にも色々な動物の異常な行動が報告されているぜ。例えば、東日本大震災の7日前には、50頭以上のイルカが茨城県の海岸に打ち上げられて死んでいたぜ。沖で何かあったということなのかしら。詳しくはわからないけれど、これも地震の予兆とする見方もあるぜ。他には2004年に起きたスマトラ島沖地震では、津波発生の2分前から数時間前に、動物の異常行動が数多く報告されたんだ。ゾウは高台に走り始め、フラミンゴは巣から離れて移動を始めたぜ。
犬は散歩に行きたがらなかったという極めて身近に感じる話もあるぜ。動物たちは何かを感じ取っていたのかしら。水牛は突然海の方を見たかと思うと、丘の頂上に移動を始めたという話もあるぜ。なんかどの動物も自分の安全を確保しているような動きをしているわね。もしかしたら、動物たちはこれから津波が来ることを、何かしらの方法で察知して、高台に上がろうとしていたのかもしれないぜ。どのような方法なのかは、さすがにわからないけどな。ちなみにこの津波からの生還者の多くが、動物たちの行動を見て、動物と同じように高台を目指した人が多かったとも言われているぜ。動物たちが逃げるべきだと教えてくれたのね。ちなみに、ネズミも地震の前には異常な行動をすることがあると言われているぜ。1854年の安政東海南海地震の際には、地震の前にネズミがいなくなったと言われている。そして、地震の後から再びネズミを見るようになったそうだぜ。ネズミは地震が起こることが分かっていたみたいね。関東大震災においても、地震の前にネズミの大移動が目撃されている。ネズミは危機に敏感なのかもしれないぜ。もし、動物の奇妙な行動を見たら気をつけておくべきだぜ。ネズミが引っ越しをしてたら気をつけるようにするわ。地震の前兆として発光現象が起こることがあるぜ。ああ確かに、大きな地震が起こった後に、ネット上にそういった画像がよく出回るわね。その画像の真偽は定かではないが、確かに地震が起こる前に、発光現象が起こることがあるというのはよく言われていることなんだぜ。発光現象ってよく画像では見るけど、どんな原理なのかしら。詳しいことは分かっていないけど、地震波が岩にぶつかると岩を圧縮することで、電気を発生することが原因だと言われているぜ。そんな原理で起きているのね。そしてこの発光現象は、決まった色や形があるわけではないんだぜ。いろいろな種類があるってことなのね。上昇する青色の光だったり、空中を漂う光の玉のようなものまで様々なんだぜ。東日本大震災の前日にはこんな目撃情報がある。宮城県南三陸町にある岬の先で、光の柱が空に向かって伸びていたそうだぜ。なんか神秘的な光景に見えるけど、その後に起こったことを考えると怖いわね。この発光現象はいろいろな特徴があることがこれまでの研究で分かってきたそうだ。この現象がよく見られるのは冬が多くて、時間で言うなら早朝午前4時頃、もしくは午後8時前後に多く見られるそうだぜ。加えて、その色は白、青白、赤、ピンク、オレンジ、黄色など非常にカラフルなんだぜ。そして緑色はないと言われているぜ。そういった発光現象が起きた場合は気をつけるようにするわ。地震の予兆とされるような発光現象は、誰が見ても異常だと思えるほど明るいそうだぜ。それだけ異様な光景ってことね。だから、夜なのにとても明るい現象があったら、本当に注意した方がいいぜ。気をつけるようにするわ。最後に紹介するのは電化製品の異常だぜ。1995年に発生した阪神淡路大震災の前には、ラジオやテレビにノイズが入ったり、リモコンがうまく動かなくなったりしたという話が報告されているんだ。電磁波かなんかの影響なのかしら。地震が発生した地域では電波を反射する電離層が乱れると言われているぜ。電離層の異常が原因で、テレビやラジオのような電波を受信する電化製品がうまく動かなくなった。そういう風に考えることもできるぜ。今だと無線 LAN や 4G 回線にも影響がありそうね。確かにそういった機器にも影響が出るかもしれないな。つまりは電子機器がうまく動かないことがよくあるなら、地震が来るかもしれないから注意だぜ。気をつけるようにするわ。今回は地震の予兆とされているものをいろいろ紹介してきたぜ。本当にいろいろあるのね。正直、これだけ予兆とされるものがあるってことは、大昔から地震と常に向き合ってきたということがよくわかるわね。地震以外の災害も含めて、人類の歴史は災害との戦いの歴史とも言えるかもしれないぜ。今後もその戦いに勝ち続けてほしいわね。そのためには日頃の備えが大事ってことだぜ。確かにそうね。総集編はどうだった？総集編だから当たるも八卦、当たらぬも八卦って感じね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。